アサスド・ポルトガルは、ポルトガル空軍の公式ディスプレイチームである。チーム名の和訳は、ポルトガルの翼。本記事では、無名チーム時代も合わせて記述する。1962年、ポルトガルに T-37C 練習機の供給が始まると、ポルトガル空軍は、この頃から試験的に、極限飛行を開始した。1977年、第1 2飛行隊パンチをス内に、 T-37C 練習機6機によるアクロバットチームが編成された。チーム名はアサスド・ポルトガルと名付けられた。アサスド・ポルトガルは1992年の解散までに146の航空賞に出場し、このうちヨーロッパ域外への出張は40回を数えた。1997年6月27日。 アルファジェット A 攻撃機器を装備していた第103、飛行隊からコーゼない2士官7名による臨時のディスプレイチームが編成された。この無名のチームは、シントラで開催されたポルトガル空軍創設45周年記念式典に出場した。チームは1998年に解散したが、ポルトガルの航空機ファンは、アサスドポルトガルの復活を願った。2001年、 翌年に控えたポルトガル空軍創設50周年記念式典のため、第103飛行隊内にアルファジェット A 攻撃機2機によるアクロバットチームが編成された。2005年、第103飛行隊内にアルファジェット A 攻撃機4機によるアサスド・ポルトガルが空軍の公式アクロバットチームとして再編成された。アサスド・ポルトガルはロイヤル・インターナショナル・エア・タトゥーをはじめとする多くの 航空ショーに参加した。アサスド・ポルトガルは2010年に整備上の理由により、一旦活動を休止したが、その後活動を再開し、ポルトガル国内で開催される航空ショーや、エアレースに出場している。AAB 表記は、航空ファンイラストレーテッドに従う、アクロバットチームではない。ありがとうございます。